ZRX のステムペアリング交換をしております。で、ステム外して、でこちらがここに入ってるやつね。でこれ外しました。で特にね、引っかかりとかやれどうだっていうのは、まあ、ガタとかね、うん、まあ、なかったんで、まあそのままでもねと思ったんですけど、一応ね、そう、大変なんですこれ作業、配線がいっぱいあってね、そう、ドラレコ、ETC、あと何ですかね、グリップヒーター、そう、配線がいっぱいあるからね、うん、だからただね、グリスはもう切れかかってる感じで、もう古いカピカピみたいなねが残ってるぐらいですから、まあやっぱり開けてね、うん、こんな感じですね。まあ、最低でもね、グリスをやっぱ刺して新しいのね戻すっていうのも一つのあれかもしれませんが、ただ下側こっち側ですね、こっち側は結構ねもう線がこう入っちゃってますね、やっぱりね、うん、跡がね、はい、だから、まあ、まあ変えてやっぱりいいのかなっていうそんな気はいたします。はい、で上は今外しましたね、これね、ちょっとお客さんがね見えたんで、SR みたいな感じで、上はそん大丈夫なんでね、そういうあれもないんですけど、まあ、ただやっぱりね全部変えちゃった方がいいですよね。上はあ、まあね、多少のこうあれは、まあ、当たってるからね、そこにね当たってるんで多少のあれはありますけど、そういういわゆるサビとかガタとかそういう感じのあれではないですよ。でこっちは外れるんで普通にこれがね、まあ使えるっちゃ使える、これでね、こういう感じ、一回全部きれいにしてね、で新しいグリスさせば、グリスやっぱ抜けてますね、まあ、何十年も経ってますからね、20年もうちょっとあるんですかね。さあということで、そしたらねこれ新しいベアリングねこっちに入れて、で戻します、はい、戻します、でフォーク戻して、ホイール戻して、で最後ブレーキを、はい、ブレンボに、ね、付け替えるという作業ですね。こうやっていくと、この部品も変えた方がいいんじゃないか、ホイールのオーリング、オイルシールか、ああいうのも変えた方がいいんじゃないかってね思うんですけど、思うのですが、ただじゃあ部品じゃ注文しようってなる気づきにならないでしょ、このメーカーは。もう今はそういうメーカーになっちゃいましたよ。だから無理だよね、またこれで1週間以上かかる、注文するとね、直販でね、ちょっとやっぱりおかしいんじゃないのって思いますよね。あとはもう近くの正規販売店でもう頼んでくる、ちょっと部品ください、急いでるかなっつって、こうよ、こうよ、ベアリングはどこなんですか、頼んだ新しいやつ、新しいやつは NSK とだね、ベアリング安い、1000いくらだから、まあ、これは良心的な金額は、良心的だと思います。こうよ、面白いね。上と下でメーカーが違う。面白いですね。上と下でメーカー違うと面白いですね。まあ、ロットとかいろんなあれもあるんでしょうけどね。さあ、そしたらこれを外して付け替えて、はい、やります、そうですね。ホイールつけるところまでは行きたいですね。そうすればこれ下ろせるからね、あとブレーキやって今週中には大丈夫ですか、あと無事にこれを戻せればいっぱい配線があるんでね、で両面テープとかでほらみんな止めてんじゃないですか、スイッチとかあとアンテナとかね、だからそれも元に戻さなきゃいけないから、はい、そういうのがあるんでね、ちょっとどうなのかなって思うんですけど、ということでやります、ちょっと待って